はようございます。おはようございます。富樫の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はあの朝一デビュー始めます。ビール。あ、色が被っちゃってるけど、このこれ恵比寿の恵比寿ビール、琥珀ビールです。札幌の札幌から出ている恵比寿の琥珀ビールです。琥珀恵比寿です。琥珀恵比寿です。じゃあもう一回最初から言います。はい、おはようございます。東芝の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は朝一デビューシリーズ恵比寿、あ、琥珀恵比寿ですか。これ琥珀恵比寿、琥珀恵比寿通っちゃう、通っちゃう、大人の事情で札幌、札幌琥珀恵比寿。今日もう一回最初からよし。こんにちは、東芝の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は朝一デビュー琥珀恵比寿、これを飲んでみたいと思います。まあ私はちょっとこの後仕事だとかいろいろありますんで飲めないんで。仕事なの今日？これをやっぱ色がいいですね。うわ、琥珀、これうまそうじゃないですか。本当に今の時間は朝6時半。6時半？なんで今日はマスクしてるかというと、ちょっとあの飲み物関係はですね厳しいんで。意味わかんないこれ。いやだから飲み物何でも飲んでいいっていう雰囲気ではないんで、ちょっと都合により。いただきます。お願いします。味わってていいですよ、味わってて。うん、うまい。うまいと言えない。そう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 、これね飲み物関係ちょっと厳しいんで。うまい。なんかねビールの味がする。どんな味ですかこれ。もうなんだろうね、ちょっとなんかこう香りがね、香りがいいのかな、アルコール度数これいくつ。これはですね 5.5？ はい、5.5% です。って書いてある？はい、本当だ。 5.5 ぐらいだと どういう感じなんですか？ 5.5、 いや 5.5 でいいんじゃない？いいんですか？うん。最近 6% とか結構出てますよね。うん、ちょっと強いよね。あ、これいって。まあ、ちょっとなんか感想はないですか？なんだろうね、うん、まあ、ビールですよね。うん、ビール。まあ、ちょっとあのブラウン系のビールですよ。日本だともう本当に黄色いビールか黒ビールかどっちかみたいな感じが、うん、まあ、主流だと思うんで。ちょっと、ね、色がね、うん、まあ、それがちょうど混ざってまあ、混ざったような感じでもないな、ハーフ&ハーフじゃないから。結構ね、欧米の方行くと結構こういう色のビール多くありますから、ね、じゃあまあこの後もう飲み続けたいと思いますって言いたいところなんですけど、私ちょっとこの後、俺もこの後あるんだ。もう一本飲んじゃった。ほら家に帰る作業がね。そう、家ほんとね、家帰る大変だからね、電車乗ると。いただきます。じゃあこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はあービールだ、琥珀恵比寿でした。これが動画になることかあるのかないのか、まああっても誰か分かんないように今日はしてますから、特に関係者の方、いつもの人とは言ってないですからね。いつもの人とはね、いつもの人って誰誰ですか、分かんないですもんね。あービールだ。じゃあ、終わります。ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。